ゆうたです。ゆめです。今日はですね、僕らのご近所さんであるアップタウンモールにあるね、丸亀製麺に行きたいと思います。ついに丸亀製麺です。はい、美味しそう。ちょっとね、うどんが食べたくなって。ひかりもね、うどん好きなんね。うどん好きやろ。ハングリーってね。ということで、今日は丸亀製麺に行きたいと思います。はい、行きます。しょ、チャンネル登録よろしくね。イエーイ、イエーイ。照り焼きチキン丼。怖いよ。怖いよ。怖いよ。おー、うまそうやね。怖いよ。怖い。辛いね。辛いね。怖い。よしよし、頼みましょうよ。いろいろあるね。ご飯とうどん。やべえやべえやべえ、すき焼き忍者うどんとかある。これ絶対日本にないわ。どうしようかな。決めた。私は、あの、私が避けたのを見てたね。そうだ、うまそうやね。これ、私だけど、なんかお店の雰囲気はあれやね、あの、日本とあんまり変わらん感じじゃない。うん、一緒。あとはまあ美味しい、あなたに美味しいかどうか。ああ、そうね、そこ大事やけね。難しいけん、なんだろうね、まあ、フィリピン人ってみんな本当のあれがわからないからね。はい、ということで、肉うどんと天ぷら、そしてツナおむすび。ちょっとまだね、頼んだやつがオーダー来てないんですけど、とりあえずひかりちゃんの限界が来てますので先に食べましょう。 OK、 いただきます。いただきます。はい、ひかりということで、僕のすき焼き忍者うどんみたいなやつが来ました。これは嫁さんの丼ですね。ちょっとじゃあ味見しようかな。はい、いい、うん、俺厳しいよ最低。厳しいっすよ。いただきます。まあ、すき焼き風って感じかな。うん、うん、甘めのねお肉で、やっぱすき焼き美味しい。うん、うんうん、麺の硬さはちょうどいい。うん、ね、丸亀や、丸亀うどんや。丸亀うどん、これは美味しい。うん、よかったね。久しぶりにうまい。失敗じゃなかったね。大丈夫やった。いや、うまい。いや、以来の感動じゃない？イエーイ。うん、おにぎりだって、わーお、いやー
ツナは入ってますか？入ってます。入ってますね。美味しいですか？やみ。はい、せい、おいしい。おいしい。で、俺ね、ちょっと贅沢に米、エビ天行きます。エビ天うどん。ね。うん。いいね。いいね。やっぱジャパニーズフード、うん、おいしい。丸亀ね、結構値段もリーズナブルやったやん。1個200ペソとかやん、うん、これいいね。200ペソでこれやったら全然いいよ、うん、マジでこれは結構やばい。だからここ人も多いね。やっぱ何高くはないし、これはマジでやばい。どうでした？まあ本当に最高でした。美味しかったね。美味しかったね。誰は？いや美味しかったよ。うん、だって結構安かったね。200ペソとかやったやん、うんうん、ねあのクオリティでね、200ペソで食べれるんやったらさ、ね全然いいよ、はい、すき家以来の感動や。さっきも言ったけどねいや美味しかった美味しかった。まあ良かったです。うん、まあ家も近いしまた行きましょう。そう、すごい光もね、美味しいって言ってたし。美味しかった光、ね、闇光も美味しかったね。闇だったでーす、ね、いつものことで恥ずかしがってる。まあ、また日本食レストラン巡りもしましょうかね。はい、まあ一番近いしね、もう行かなくてもオーダーでもできるし。そうね、はい、じゃあ見てくれてありがとうございます。さよなら、バイバイ、バイバーイ。